円ンバイロ400バス高鉄バスは、香港郊外の深海西北部に位置する、タムロモン元明山を走る港鉄の路線バス。西鉄線と軽鉄を結ぶ、港鉄連絡バスは、香港郊外の深海東部に位置する、大補と東鉄線を結ぶ港鉄の路線バス。電車の利用客の増加を図り、東鉄線の連絡を、川切り、 1985年9月9日より旧、高バスの運営が開始され、東鉄線の駅までの連絡バスを無料で提供し始め、東鉄連絡バスということである。一方、1988年にライトレールの開業に伴い、ライトレールに覆われない区内の場所は連絡路線バスが提供し始めた。 港鉄連絡バスの全新東鉄連絡バスは1985年9月9日より運営が開始されていた。2007年12月に東鉄連絡バスは MTRC と KCRC の合併に伴い名前は港鉄連絡バスへ変更されている。港鉄連絡バスは東鉄線と連絡されている。平日で東鉄線に乗ればオクトパスで バスの運賃を支払う場合は、無料となる。なお、東鉄線の電車に乗車しない場合もしくは現金で、支払う場合には、バスの運賃が無料とならぬ。なお、日曜日及び祝日ではいずれも、無料とならぬ。すべての港鉄連絡バスは、急流バスの名義として運営されているものの、バスの車両、バス停留場の設備や、スタッフなどは、全く、MTRC が所有するものである。 1988年にライトレールの開業に伴いライトレールの利益を保証のため運営者の KCR 社がライトレールが走行するタムロモンク及び元アキラクの区内独占運営権を得ており当時の KCRC しかタムロモンク及び元アキラクで区内路線バスを運営できない急流バスの区内で運営されている路線バスも撤去しなければならなかった ライトレールに覆われない区内の場所は連絡路線バスが提供され、それは急行バスということである。2003年12月に西鉄線の開業に伴い、すべての港鉄、バス路線が再編され、港鉄バスはライトレールと連絡だけではなく、西鉄線との連絡も行われている。MTRC と KCRC が合併に伴い、 名前は、港鉄バスへ変更されている。現在、港鉄バスは、西鉄線及び軽鉄と連絡されている。西鉄線、軽鉄及び指定される、港鉄、バス系統に乗れば、オクトパスで、バスの運賃を支払う場合は、無料となる。なお、西鉄線、軽鉄及び指定される、港鉄、バス系統に乗車しない場合もしくは現金で支払う。 場合には、バスの運賃が無料とならぬ。現在、15本の系統は、トンオン、元アキ天水囲いで運営されている。ヨーロッパ製のバスを中心に11台しか、すべて2階建てのバスが運行されている。かつて、日本製のバスも導入されていた。2020年5月6日、現在、所有権を持つ旧高鉄路講師から、香港鉄路有限講師が164台のバスを、 借り入れており、全車冷房車である。そのうち、乗降口がノンステップバスである割合は100%を占めている。ありがとうございます。